ック野郎ギリギリ仕事者シリーズ、毎度すすごろしのななみんです。今回は私たちの地元である岡山県倉敷市にやってきております。それでは今回ご紹介させていただくお車、こちらになります。紹介させていただくお車のドライバーさんである猫背さんです。どうもこんにちは、猫背です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。猫背だから猫背さんなんです。そうです。そうです、いつもより猫ってます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ヘルメットがめちゃくちゃかっこいいんですけど。ありがとうございます。こうやってもしかしてお車の色と合わせられてるんですか。はい、ロードマンらしく、やっぱヘルメットもパリッと、はい、結構声かけられるんじゃないですか、こんな。あ、そうです、はい、ね、これで覚えてもらえるぐらいなんで、はい、トレードマークになってるんです。そうです、はい、このラメも同じところで吹かれて、はい、そうです、やってもらいました。この緑のところまでちゃんとラメになってます。そうです、本当の規格よりちょっと若干小さく作ってます。あ、そうなんですね、はい、そんなこだわりがあるんです。あるんですね。はい、じゃあまずこちらの、車種は、車種は、令和3年式のボルボのトラクターです。あ、トラクターヘッドで、はいはい、上のこのバイザーなんですけど、はい、こちらは純正なんですかね。ね、形自体は純正なんですけど、ちょっと色の変更だけさせてもらって、もともとはそのシルバーの部分が透明のアクリルのようになってて、はい、まあ、上のガンメタのところがまあ塗装色なんですけど、はいはい、それをまあボディを大きく、車体を大きく見せようと思ってシルバーの部分を下に持ってきてもらって、あ、そういう塗り替えを、はい、してもらいました。意味があってこの色味になってるんですね。そうです、はい、しかもガンメタの部分はラメ吹かれてて、はい、そうです、はい、7色のラメを入れてもらって。レインボーなんですね。そうです、一応シルバーのところにもシルバーのラメを一色だけ、そう、さりげなく使い分けというか、そうなんですよ、はい、これはもう社長 の、 あのアイディアで。じゃあロードマンさんでは基本的にその社長さんの OK が出たら、はいはい、ドライバーさんの意見が通る。そうです、そうです、はい、そんな感じです。この特徴的なのがこのミラーなんですけど、はいはい、そうですね、こちらのミラーは、はい、これは海外のバスのミラー。あ、バスのミラーなんですね、はい、この支えがついてますけど、はい、こちらはどこかで。そうです、これも仮想屋のところで、まあ、ミラーを微調整だけしてもらって、はい、それに合わせて、そうです、あの支えを張りを取ってもらって。あ、じゃあもう本当ドライバーさんに合った高さってことですか。そうです、そうです、はい。あ、じゃあ前代違うんですか。前代違いますね、やっぱり、はい、人それぞれの身長とか、見るあの癖があるんで。この色の使い分けとかも社長さんの。そうです、社長のアイデアですね。全部一色にしないっていうのが、それなんです、それがミソなんですね。え、はい、めっちゃかっこいい。お顔の部分なんですけど、はい、こちらも変わってるんですかね。そうですね、もともとグリルっていうのがもうちょっと、まあ一回りぐらい小さいもんなんですけど、はいはい、それは大きく、もうここから、まあ、これは純正のもんなんですけど、このメッキの部分は、あ、ここはそうです、これをもうその一体にするようなイメージで、はいはい、一から全部取って、
作り直してもらって、このパターンで言ったらこのメッシュ、はい、ステンレスのメッシュを貼ってもらって、あえてこう中をちょっと見えるような、うん、だって中もラメで拭かれてますもんね。そうです、はい、すごいな。こちらってどこでされたんですか？これはまあ、岡山県新見市にある真壁商会っていう仮装屋が、真壁さん、はい、すごいなんか絵とかすごいお上手なイメージなんですけど、こういったこのグリルとかも、はい、そうですね、作れるんですね、はい、下回りなんですけど、はい、このすごいなと思ったのが、はい、ここがこの埋め込み式、そうなんですよ、丸パイプに埋め込み式になってるのがすごいなと思ったんですけど、はいはい、こう元々これまあセンサーなんですけど、あ、これがセンサーなんですね、はい、これがある関係で元々もプレートの位置自体が低かったんです、はいはい、で、まあ、それに合わせたような格好で作った方が自然っていう社長のその案のもと、もうこの被るのも全部社長のアイディアで、社長すごっ、はい、やってもらいました。だってもう上から見てもこう均等に、そうです、はい、なってますもんね。もうこれに合わせて作ってるんで、もう元からあるような、はい、格好になりました。しかもプレートが下にあるだけで結構こう低く見えますよね。そうなんですよ、はい、かなり低いですね。でこれ指一本入るのこの隙間も一応鍵なんですよ。これがぺったりくっついとったらまた違うんですよ、見た目が。それも社長さん。そうです、はい。その構成とか考えるのって結構、はい、どんぐらいの期間かかるんですか？まあトータルでって言ったら結構長い時間で、うん、ここはどうしますかっていうのをその都度打ち合わせしたりして決めてたんで、うんうん、結構時間かけて、まあ、社長も真剣に考えてくれて。いや、そうですよね、はい、これ擦ったりしないんですか？今のところは大丈夫なんですけど、まあ、気をつけて走らんとそれは普通に走ろったら擦ると思います。そうですよね、はい、ラメがめっちゃ綺麗日に当たるとなおさら綺麗ですね。そうなんですよ。このラメってどこで吹かれたんですか？これは兵庫県にある兵庫塗装さん。兵庫塗装さん、はい、もう一流の塗装屋さん。うわー、これ大体どのくらい期間かかるんですか、このお顔周りで？3週間1ヶ月かからんか、それぐらいですかね。外せるものは全部外して単体で塗ってもくれるんですよ。だってここまで入っとったりとか、はい、してもらっとるんですから抜かりないですもんね。しかもこういう、もうほんと見えんとか、この足周りのそうですそうです、こことか、はい、この裏に吹いたりするの見えないですもんね。はい、だから多分その辺は取ってやってくれとんだと思うんですよ。あ、しかもこういうここも見えないところが。え、じゃあこここのパーツついてますけど、はい、この裏とかも。そうです。これ外したらちゃんとこの色が全部あるようになってます。はい。こだわりが。ここは緑で。そうですね、これもロードマンの特徴って言ってもええぐらいなんだと思うんですけど、はいはいはい、ハブは全部緑にこの7色のラメ入れてもらって、ナットキャップは、はい、こちらはこれはまあその社長が買ってくれようんですけど、はいはい、まあまあこれは普通にごく市販のもんなんですけど、やっぱりまあこのナットキャップがあるかないかで全然足元の引き締まりが違うと思うんで。確かに、はい、今日おろしたてなんです、ね、それなんですよ、そうなんですよ、おろしたてほやほや新しい相棒です。うわ、はい、この、はい、ステンとかはどちらで、はい、これもそうですね、あの新見の真壁商会さんで、真壁さんのところで、そうです、はい、ええ、これも細かな打ち合わせをいろいろ何遍も何遍も繰り返して、はい、仕上げてもらいました。かっこいい。しかもあの、はい、ボルボって書いてるあの、いや、そうなんですよ、めっちゃかっこいい、あれも一応光るんで。あれ何色に光るんですか？あれは白ですね。またいいですね、白っていうのが。そうなんですよ、ちょっと純正っぽいですよね、かっこいい。そもそもこんなボックス自体が純正にはないんで、ないのか、はい、それも新たに作ってもらって、社長もその、うん、あ、純正でこんなあるんじゃねえかみたいなのもコンセプトのうちにやっぱあるみたいなんで、ね、はい。そう、これアドブルー。そうです、アドブルーのタンクですね。これも、はい、ステンで巻いてもらって。あ、巻いてるんだ、はい、ってことはじゃあそれにこう形合わせて。そうですね、全部作り変えてというか、はい、加工してもらって。真壁さんすごいないや、そうですよ。上のライトとか、はい、もうあれですか、はい、
後からあのその形に合わせて、そうですそうです、はい、もうですです、何のライトを使うからっていうのでもうそれからいろいろあの加工してもらって、一番上のやつはそのそっちのパイプの前についてるのと一緒のやつで統一されてる、そうです、あれもオレンジ色に光るんで、へえ、2段目のやつはその作業と、はいはい、一応暗い中でもその作業することがあったりするので、うん、あれをつけてもらって、夜でも作業しやすいように。保温なんですけど、はい、こちらはこれノイマックのマルビックですかね、どこかで買われ、もともとロードマンの別の車で使われとったやつを譲ってもらって、はい、それをこれにつけさせてもらって、っていう感じですね。音聞かせていただいてもいいですか。わかりました。めっちゃいい音、ありがとうございます。じゃ あのいろんなお車についてて代々こう受け継がれてるとか、はい、そうですね、はい、それを譲ってもらって、めっちゃいい音ですね。こちらも作られてるんですもんね。そうですね、この塗りの部分は、はい、あのボルボが純正で出してるエアロタイプのバンパーになるんですけど、それにいろいろまたあのそのこのステンレスをこういう細かいとこまで、ステンレス貼ってもらって、で下ももともとこの純正の位置はここなんですけど、はいはい、そこから裾をちょっと伸ばしてもらって、その車高が低いのがいいっていう要望に、はい、応えてもらって、しかもこのラインがちょっと細くなっていってるんですね。そうですね、まあ、これがその純正のバンパーについてるこのラインだったんですよ。もう純正でこのラインなんですね。そうだったんですよ、はい、なんでまあそこにまあステンを貼ってみたらどうかなっていうので、後ろも丸パイプ、そうそうです、はい、これはそれこそその以前乗ってたボルボのにもついてたんです。あ、それを代々これ、ね、それこそ、はい、受け継がしてもらって、じゃあこの子と一緒に、そうですね、はい、かっこいいこれ、はい、後ろが台車になるんですかね。そうです、はい、台車です、トレーラーの台車。こちらでいつも鉄、はい、などを運ばれてる。そうですね、はい、主に鋼材がメインでやってます。こういうところとかももう後付けってことですね。そうですね、もともとは、うん、普通で言ったら、まあ、その鉄のパイプが3本あったりするのが多分主流なんだと思うんですけど、まあ、ロードマンスタイルっていうのがそのエアロ風、まあ、エアロで隠すみたいなっていうのがまあテーマなんで、そのようにして全部工具を入れれるように、あ、すごい、はい、してもらって、そう、こういうとこもね、このそうですね、そのフェンダーとかも、はい、です、作り直してもらって、この枠組みもそのロードマンさんスタイルっていうか、そうですね、はい、まあ、前とデザインを合わせた方が統一感もあるから。この四角ってこの純正なんですか。いやいや、あ、四角、この、この何ですか、この元々四角の四角これを見ながら四角ってどこの四角かな。三角私三角のこと四角って言うようになった。これはトレーラーっていう、まあ、トレーラー の表示板なんですけど、反射板か、これがついとったら、まあ、そのトレーラーだよみたいな、なんかトレーラーにはまあ決められとるあれですね、反射板ですね。まあ、それも、はい、うまいこと、まあ、そのステンレスで囲って、そう、囲って、あ、じゃあもうこの囲い全部そうなんですね。全部そうです、はい、後からあの付け加えられてるやつですね。泥よけなんですけど、やっぱこれも社長さんの意図で、はい、そうですね、結構スレスレを、そうそうそう、もうスレてええぐらいになるのがかっこいい、まあ、その鋼材らしいというか、ええことを言われたんで。純正なんですか。いや、これも後付けでしてもらったやつで、まあ、これもその他の車両についていたやつを、はい、あの譲ってもらって付けさせてもらったんですけど、綺麗に溶接されてますね。溶接を、はい、真壁さんに言うとってください。いや、すごいな。こちらも工具箱ですか。あ、そうです、これも工具箱で、はい、あの後付けで、一応あのステンレスの磨きなんで、うんうんうん、土足で上がれないんで、まあ、ここにゴムをしまってるんですけど、これを引い て、そうです、その時は、はい、上がる時にはゴムを引いて作業を、すごい、はい、なんかあの車内で、はい、あの土足禁止とかはありますけど、もうここもなんです。それはそうですよ、もうすごい。お金かかっとるんで。いや、そうですよね。わー、え、なんか
これもポイントですね。しかも色やっぱ一色じゃないんですね。そうですね。二色の使い分けで。そうです、はい、めっちゃ綺麗、ここすごこのここしかもちょっと今ちょっと触っちゃったんですけどめっちゃチュルチュルですね。なんかこうラメとかってザラザラなイメージありますけど。そうですよね。これとかもその、はい、なんか特殊な、ね、塗装の技術がすごいと思います僕も。うわ椅子がふわってなるえふわってなる、はい、すごいえこの真ん中の、はい、あのポンプみたいなのがあるんですけどこれって何なんですか。あその音響関係であのウーファーあの低音を鳴らすものになるんですけど、内装とかって、はい、その今後なんか変わったりとかするんですか。いや特にそういうのは考えてないですけどもう元々が、うん、あの完成されとるような内装なんで、逆にそんなにごちゃごちゃせん方が、もう綺麗に保つだけですね。そうですね、はい、いやすごいもうお家ですねそうです、まあ、お家というねもうファーストクラスだと僕は思ってます。いや本当にすごいありがとうございます。いえ本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。いや最後にこちらのすすごろしステッカーを猫児さんにプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。ちょっとお車には合わないかもしれないですけど、はい、分かりやすいところに飾ってください、はい、分かりました。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございました。いえありがとうございます。バイバイ。バイバイはい、いかがだったでしょうか。私が初めてボルボの撮影をさせていただいたんですけど本当にかっこいいお車でした。でお車に対しての細かいこだわりがたくさん詰まった素敵な一台でした。でこの動画が面白かったなと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ほなねー。